大工が、重かり、取り返して、舵を取りながら、船を指定した新聞内閣総理大臣、軍事本日は沖縄の海を守る第11管区海上保安本部の職員諸君を激励したくここに足を運びました。こうしてフラッグシップ琉球の甲板に立ち諸君を前にお話しできることを大変光栄に思います。豊かな恵みをもたらし世界と日本をつなぐ扉である海は海洋立国日本の存立の基盤です。この海の安全と権益を守るため昼夜を分け立つ全力で取り組んでいる海上保安庁の諸君は日本の国の根幹を支えています。諸君の日々の活躍は我が国の誇りです。昨年3月11日に発生した東日本大震災に際しても海の守護神たる諸君の本領が遺憾なく発揮されました。被災者の救援、航路標識の復旧、そして今もなお被災地の海で続く行方不明者の捜索、自らの危険も顧みず汗にまみれ泥にまみれ力の限り被災者に尽くしてくれた諸君の勇気と真心に多くの人々が心打たれました。内閣総理大臣としてそして一人の日本国民として新人なる感謝を申し上げます。本当にありがとう。ここに集う第11管区海上保安部の諸君は沖縄の本土復帰以来40年にわたり周辺諸国の利益が交錯する国境の最前線で広大な海域を担当されている精鋭たちであります。本日実際に業務に使用するヘリコプターや搭載艇を拝見し尖閣諸島周辺海域をはじめとする領海や排他的経済水域等における警戒警備や救助活動がいかに過酷な業務であるのか認識を新たにいたしました。諸君がまさに命をかけて業務に当たっていることを実感をした次第であります。国民の海上保安庁に対する期待が高まる中、諸君が任務に対する誇りと使命感を胸に刻み、この沖縄の美しい海、美ら海の守り神として大いに活躍されることを強く記念して、私からの訓示といたします。ますますの活躍を期待をしています。頑張ってください。